リメイクやタオス、リメイク専門製造工場が初めて立ち上げた自社ブランド、パッチワークのような布の組み合わせが目を引きます。実はリメイク製造過程には端切れがたくさん出ます。廃棄処分するしかなかったこの端切れのことを残布と言います。小さいけれども新品にはない風合い、素材感。そこで本業はこの古着屋さんのリメイク商品だったりを作るものなんですけれども、その中でも古着っていうのはもう使えない古着だったりとか、古着をリメイクした際に端っこに残布だったりとかっていうのを大量に出て、それをどうにかできないかっていうところから始めたのがこの UC タイルファブリックスになります。残布をこうタイルのように剥ぎ合わせてこのように筒状にして何か新しい商品にするっていうのをコンセプトにやっていこうとしているものなんです。様々な色柄がタイル状に配置された美しい布地、残布から生まれた商品の数々、そこにはそれぞれの布が発する存在感のようなものが感じられます。